帯谷信弘、横田和則らとしのぎを削り、ディープライト級の一時代を築き上げたバルバル44。1979年生まれ、富山市出身。レスリングを経験した後、2002年から総合格闘技を始める。2004年10月、クラブディープ富山野蛮人祭りでディープに初参戦。同年ディープフューチャーキングトーナメントに出場、準決勝で帯谷信弘と対戦した。その後、得意の強烈な打撃で4連続 TKO 勝利を収める。2005年10月、野蛮人祭り3メインイベントで横田和則と対戦。グラウンド、スタンドともにお互い一切引かず引き分けとなった。2006年6月、野蛮人祭り4、現在 UFC を戦場とする尾身川道博と対戦。激しい打撃戦の末、安定勝利をもぎ取り、地元富山でのメインイベントを盛り上げた。2006年12月、ディープライト級王座次期挑戦権をかけて横田和則と2度目の対戦。またしても一進一退の攻防を繰り広げるも安定で敗れる。2007年5月、野蛮人祭り6、コリアンキラーの梅田康介と対戦。危ない場面を見せるものの、パンチからのチャンスを逃さず、長期スリーパー一本勝ち。その後、キックの勝則と対戦。帯谷信弘とも4年ぶりに対戦した。そして今回、バルバロの最後の対戦相手となるのは、ディープライト級の門番を務めるルイス。過去の対戦ではバルバロが試合時間残り4秒での TKO という劇的勝利を収めている。ルイスは前回の借りを返し、解釈することができるのか。そしてバルバロ44、地元で格闘家として最後の勇姿。バルバロ44引退試合、バルバロ44 VS ルイス。